JR 博多駅周辺の商業施設による総合共同防災訓練には、各施設の従業員や博多消防署の職員などおよそ400人が参加しました。訓練は店舗が営業している日中に震度6強の地震が発生し、駅ビルの4階にある店舗から火が出たことを想定して実施。参加者は初期消火や買い物客の避難誘導などの手順を確認していました。日頃の訓練が本番に 100% 出ないと思うんですけども、異常時に力が発揮できるような形で、今後も訓練をですね、重ねていきたいなと思っています。 JR 博多駅周辺の商業施設はエリア全体での防災レベル向上を目指していて、今日の訓練に参加できなかった関係者への情報の共有も進めていく方針です。